こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。お知らせが届いてるよ。イベント開催中だよ。さあ、カタノミディですね、前走。気合い十分だね。いい仕上がりだね。さあ、12月を4週です。イベント開催中だよ。いい感じだね。大根か。お、嬉しいか。よしよし、ナイタブライアンか。強い。竹豊が空いています。はい、何です。バタイジオ対応挑戦は文句なし、有馬記念に挑みましょう。一番人気 1.9 倍ですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ目指すはナイタブライアン。他となると丸以上の本ではなく黒三角は最強ですね。ネイハイシーザー、ツインターボ、ナイスネイチャー、シアマゾン、ほぼ一騎打ちムードだと思います。さあこれが成田ブライアンです。三冠馬、ですがここの成績はそんなに良くないですね。ランボクイ、他に G1 取った馬が鳥海キャロルぐらいですか。意外、あとヤシマソブリンもですね、秋天かな。ヤシマソブリンはあの接戦の有馬記念と言えるわけです、このスタホー世界では。ですがラッシュアマゾンなんかもいますしね。ラッシュアワーも、94年の有馬記念です。いよいよ大詰めを迎えましたグランプリレース有馬記念。12頭がスタートの瞬間を待っています。そして私の夢が走っています。あなたの夢はカタノミティか、それともナリタブライアンか。先行グループからまず見てまいりましょう。行った行った行った、ツインターボがやっぱり行ったという感じ。この辺りちょっと離れている2番ネーハイシーザー、そして3番手に10番アイルトンシンボリでありますライスシャワー、7番バチカネアレグロ、それからナリタブライアン、そのうちナイスネイチャー、その後ろでやりましょうか。カタノミッティ8番ヤシマソブリン、その外に鳥海キャロル、3番桜千歳王が上がってまいりました。12番シアマゾン、これがしんがりでやります。もう
一度先頭から行きますと、先頭は軽快に飛ばします。ツインターボ縦に長い展開になりました。ちょっと離れて2番ネンハイシーザーであります。差が開いてアイルトンシンボリ、そしてその後ろからライスシャワー、7番黒い馬体マチカネアレグロであります。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。それから成田ブライアン、5番ナイスネイチャー、それからもう1頭カタノミッティ、8番ヤシマサブリン、内を通って桜千歳王、11番鳥海キャロル、ほとんど馬体が合っています。しんがりから12番シアマゾン、流れるようにレースが展開されています。先頭を行くツインターボ大きくリード、あとはずっと下がって、これが2番ネハイシーザー、ちょっと離されまして10番アイルトンシンボリ、9番ライスシャワー、7番黒い馬体マチカネアレグロ、成田ブライアン外から行こうというところ、さあこれは世紀のレース、世紀の一戦だ。先頭行くのは4番ツインターボ、肩の右にものすごい足、懸命に手を動かして塩村とネハイシーザー、ツインターボが抜け出した。このまま最後まで行ってしまうのか、粘った粘った、ツインターボかわしたかわした、シアマゾン一馬身リード、おっと内を振り上げて肩の右が一着、シアマゾン有馬記念勝ったのは12番騎士アマゾンだ。シアマゾンです。残念ながら2着。一瞬のいい伸び、気を取り直して、ナイタブライアンが勝ったんだけどね、仕掛けが良かった、確かに事実そうですよね。だから WBC 出るときはしっかり調整しないといけないってことになります。馬がレースから帰ってきたね。気合十分だね。あんまりいいスタートじゃなかったですからね。体重はバッチリだね。これで放牧しましょう。はい、何です？はい、イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。はい、というわけで有馬記念は必死アマゾンの2着でした。まあやっぱり間隔が短い中で仕上げると、やっぱり仕上げきれないということになりますよね。というわけで調教をみっちり積んで、次回は WBC かドバイという手もありますね、そちらにチャレンジしたいと思います。応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。